1904年式、オールズモビルカーブドダッシュオールズモビルカーブドダッシュは、米国ミシガン州デトロイトのオールズモーターワークスが製造し1901年から販売した自動車。ダッシュボードが美しいカーブを描いているところから、カーブドダッシュと呼ばれた。自動車産業史上初のアセンブリーライン利用による大量生産に成功した車である。現在、日本では、 トヨタ博物館に走行可能な状態で保存、展示されている。1905年に、リュ竜ウ歌いマイメリーオールズモビルの楽譜の表紙に、描かれたオールズモビルカーブドラッシュとそれに乗った男女。当時の運転時の服装がわかる。1901年3月9日土曜日、工場は鋳造場以外火事で全焼。火事のさなか、後に、デトロイトの市長となるジェームズ・ジェブラディが運び出した、ことで、 カーブドダッシュの試作車だけが名を逃れた。これ以前社内では、どのような仕様の車を販売すれば、市場に受け入れられるのか議論を交わしており、意見はまとまっていなかったが、この火事により、カーブドダッシュ以外の選択肢がなくなった。水冷短気筒4サイクルガソリンエンジンを後部に、横置きし振動コイルの点火方式で、エピサイクリックギアを使ったディファレンシャルを使い、 自転車タイプのワイヤースポークの空気リタイヤをローラーチェーンで駆動した。リーフスプリングで支えられたボディは、二人乗り重量800ポンドと軽量で、全身二足更新付きのトランスミッションで最高時速20マイル、平均14マイルで走行できた。火事で消失した工場の生産を補うために、デトロイトの部品業者が、オールズのカーブドダッシュ生産を分業した。リーランド ホークナー社がエンジンを、ダッチ兄弟がトランスミッションを、ブリスコ兄弟がラジエーターを、バーニーエメリットがボディを製作した。優秀な部品業者が協業して自動車を作り始め、ここにデトロイトの自動車産業が形作られていく。カーブドダッシュを救い出したブラディは市長となり、デトロイト全体のリーダーシップを取る。リーランドは部品の互換性を高め、 運用のあり方を変えただけではなく、精度と品質の向上で後に、キャディラック社とリンカーン社に貢献している。ダッジ兄弟の会社は、クライスラー社のダッジブランドとなった。消失した工場を新たに建設し、アセンブリーラインを設けた近代的な工場とした。人気を得たカーブドダッシュはこのライン生産により、大量生産が可能となった。オートモバイルズ・オブ・ザ・ワールド・ AL ・ルイス。 w a マッシュの ISBN0 から671224859ありがとうございます。